テレサ、意外だね、ここに来るの。さようならテレサ、そこの彼も。そうすればこれからが楽になる。よくて相打ちだったろうからね。好きにすればいいさ。不愉快な男です。真面目なのさ。じゃあ選挙結果は明朝に掲示しておきますね。ああ、そうだった、遅刻っぽい。悪いけどお先に気をつけてね。これから私をどう呼ぶつもりかね。君も理数系の科目についてならほぼ満点だと聞いているがね。いろいろあった。おかしな事件も物騒な事件も。問題は彼女のことだ。千鳥ですか。だが何かが起きれば怯えもするし不安にもなる。おっと、話は以上だ。私も人を待たせていてね。その彼氏にそれで事情を聞いたらこれがひどい勘違いで。あ、千鳥。何？手をつなごう。え？貴様！どうしたのよ、宗介。どういう意味だ。こういうことさ。何のつもりか知らないけど、すぐに私の部屋から出てってちょうだい。そうかな。これで十分だと思うけど。バカにしてんの。ミスリルは潰す、ささやかれし者は奪う。よくも抜け抜けと。待って宗介。なぜだ。行く。最後に言っておくよ千鳥要さん、君は選ばれた人間だ。軽く調べた限りでは君はこれまで100人以上は殺しているはずだよね。分かった、相良軍曹、明朝まで何とかしのげ。時間の問題でした。ええ、ヘリの派遣は通常の手続きで。敵は焦っている。ただレナードの話では敵組織アマルガムの方針に変化があると。郊外の遺言に手を置いていき、あくまでも念のため毎日のように。警鐘はあるが、今すぐ退避を。人工的な電磁パルスとは考えられません。どう思います。つもり。味方の輸送ヘリと合流するまでの辛抱だ。それっていつ来るの。わからない。食っておけ、持久戦になるかもしれない。ウィスパードがどうとかのこと。あんなあやふやな力、別に。ヘリからだ。ウルズ7よりゲーボ9。不明瞭だが聞こえている。他の基地も襲撃を受けてる模様。ゲーボ9了解。なんとか持ちこたえて宗介、5分でいいわ。そんなことは分かっている。君の意見は。滑走路のゲーボ6は木を捨て退避。周囲の基地要員のよう。着弾まであと10秒。落ち着きなさい。いけないんだ。走れるか。どうにか。北側へ回り込め。後部から収容する。諦めるな。付近に所属部隊の将校がいれば口頭にて応答を願います。問題はこれからよ。今の攻撃は下ごしらえだから。玄関のドアも壊されてるし。ゲーボ5から追加の報告です。つないで。これは一体。ベヘモスだわ。GEC は全部2番スポットで。総集兵は集合しろ。そうよ、通常の攻撃は一切通用しないわ。あのベヘモスを倒す他に生き延びる方法はない。言っとくが、俺は犬死にはごめんだぜ。みんなだってそうだろう。おいおい、無理すんなよ。あんたはいい子だとは思うが、私を名ばかりのお姫様だとでも思っていたの。生き延びなさい。命令です。やれやれ、知恵を絞るしかなさそうだな。自分を責めるな。たくさん巻き添えにして千鳥。残りの2機は予定通り俺とウルズ2のみで対処する。まずは最初のご挨拶。さもなくば全滅だ。あの時テッサは本気で。こいつは使える。三段構えのフェイントだ。カウント3。くらえ。ここまでかよ。まだだ。スペック。ここはできるだけ時間を稼ぐから、先にベヘモス C を。はい、それが嫌ならいい子にしてることだ。いつか敵が来て何もかもめちゃくちゃになるって。できたわ。あれ、モード4で警戒待機しろ。非常に強力な電波妨害です。すぐに発信元を。ジャミング時間は残り90秒です。動くなよ。ジャミング終了まであと20秒。殺し屋だ。ようやく会えたな、相良宗介。何なんです、ここは関係者以外。除隊を許可する。